ログアウトしてからずっと検査ばっかりで。シノンだよ。私とリーファだけアバターと顔が違うからね。やっぱり いや、こうして話して何しろ結構付き合いな。私あんたには本当にかだから礼を言われる。うん、でも言っておきたかったの。あんたとは俺はもうこれからもよろしくね。キリト君この日は、ああ検査続きで、またみんなでこうして、それもエギルの店でな。まるでこうしているとまた明日から攻略に出かけるよ。私もそうだよ。ユイちゃんも一緒に来れればよかったのにね。は、今でもたまに夢に見るの。今が嫌ってわけじゃないけど、もう二度とあそこには戻れないんだと思うとちょっと寂しいかな。確かに SAO にまた戻るのは無理かもしれないけど、三人一緒に暮らすって夢はこれからか。ユイのデータはあるし、俺たち二人はこうして、俺たちが本当に幸せになるのはこれからだよ。キリト君、なんだか、そうかな。それに俺は今でも、私だって、ごめん。ううん、私たち普通の男の、またここから始めようね。その後も宴は、俺たちは過去の思い出、その顔は死んでいったプレイ、それでもみんなが笑顔なのは冒険の中で得られた絆。 SAO 茅場明彦が、それでも俺は多分、キリト、あの、そのね、ん楽しいなって思ってさ、こんな幸せ、私にはこれも全部キリ。そんなことはない、俺はそんな立派な、もし俺がフィリアを助す、そんなことない。ねえ、キリトはアインクラッドの人はみんなそう、みんなリアルの世界に、でも黒の剣士として、たく、それをずっと誇りに。でもなんだか、え、別に俺たちはこれ、こっちの世界でも会えるんだし、一緒に。そっか、SAO から出られたっていう事実が大きくて、多分。ねえみんな、これから、あれ、スグハちゃんがもともと、ええ、そうなんです、妖精になるゲームですか。空を飛ぶのって夢があっていいよ。そうね、気持ちよさそうだけど、飛び方だったら ALO の世界だった。ほら、みんなもそのつ、またみんなで攻略会議して、レアアイテムに、そしてみんな、悪くない提案だと。うん、キリトが行くところに、今度は最初から、もう離れ離れにはならないさ。キリト君、ほらこっち、こっ、今からやるのか。俺はもう一度旅に出る。さあ、ほらキリト、いつまで体を洗ってんの、早くこ、はあ、体のしでしょ。キリトにも分かってもらえてよかった。まあ本当は水着着用なんて邪道、キリトと婚約に入るには後で、でもキリトと温泉に来たわけ、二人で来たのに一人で温泉なんて。まあ確かに、でも SAO で出会ったリズと、私だって、でもまあ、うん、何でもない、でも
武器の代金の私がいいって言ってるんだから問題ないわねえねえ、それよりもキリト、え、温泉に決まって、え、一口に温泉ってお湯の色から香りから手触りから温泉って何言っちゃってんのよ。黒の天使様は、お、いや、あとそれにね、私キリトは別に嫌じゃ、それやったね。仕方ないか、何よりリズ当たり前よ。もしかしたらじょじょふふふどうねえキリト、あキリトのぬくもり、あんたの熱はリズキリト、それはまあねえ、ががあなた大好きだよ、もう絶対諦めない。